はい、こんにちは、すです。村子さんがつぶやきまして、昨日に引き続き7月26日開催の、呪術廻戦コラボで新たに登場するキャラクター図鑑を一部ご紹介いたしますとのことです。見ていきましょう。はい、まずは呪術師の、御三家全員家より全員舞が登場です。性能見ていきましょう。はい、こちら、レアリティ星6のキャラクターとなっております。まずリーダースキル、あんたなんか大嫌い、ヒーキー回復の同時攻撃でダメージを 60% 軽減、2コンボ加算、7コンボ以上で攻撃力が18倍、回復力は2倍と、まあ 60% 軽減の2コンボ加算リーダーですね。まあ7コンボをするだけで、まあ、18倍回復倍率は出るけど、まあヒーキー回復3色指定だから、まあ割とね、指定は大きいですね。60% 軽減っていうと、だいたい実質 HP 2.5 倍ぐらいなので、別にまあそんな強くはないですね。で、覚醒スキル、スキブプラス、指プラス、回復 LG、十字が3つ、火のたこ焼き、木のたこ焼き、ボイス覚醒と。なるほど。十字3つの、たこ焼き、LG。まあ一旦ちょっとスキル見ましょうか。3ターンでドロップの6状態を解除。ランダムでヒーキー回復ドロップを3個ずつ生成。まあ。スキルはまあ、ヒーキー回復をなんかね、指定色で使いたい、こういうリーダースキルのキャラであれば、まあ、6解除もついててね、攻撃色2色に回復まで確保できるから、まあ、そこそこ強いかなと思います。ただまあ、このキャラ自体ね、別にリーダーとして使うことあんまりないと思うので、まあ、今の現状だと、ヒーキー回復を3個ずつ手に入れたいキャラクター。なんだろうな、ヒーキーで言うともうなんか、バキとか、ツーウェイ系のキャラしか思いつかないけど、グリゴリーとか。パッと見なんか、そんないないかな。またなんかね、指定色がヒーキーで強いリーダーが出てきたら、まあこのスキルは強いかもしれないけど、まあ別に覚醒見た感じもなんか、まあ、十字、まあそうだね、だから十字主体かな、十字主体の、ヒーキーを使って主に戦うようなリーダーが出てこれば、まあ全然サブの候補にはなるかなと思います。まああとは超覚醒ですね。はい、ということで、全員舞でした。で今日はあれだよね、姉妹だよね。あ、オッケーオッケー。そして前の双子の姉、全員巻も登場です。4色以上同時攻撃で攻撃力がアップする新たな覚醒スキル、4色攻撃強化を持って登場予定です。見ていきましょう。レアリティ、お、7ですね。お姉ちゃんの方がレアリティ高いですね。格差があります。まずリーダースキル、手加減しねえよ、6コンボイズルダメージを軽減、攻撃力が22倍、4色以上同時攻撃でダメージは半減固定300万ダメージ、半減軽減の、22倍300万固定リーダー。条件的にはまあ6コンボはたやすいわな。4色同時攻撃で半減なんだね。まあそうか。で、覚醒スキル、スキブプラス、スキル封印耐性、指プラス、LG、4色同時攻撃強化、が2個。さらにガドブレッドで喋る。倍率的にはね、この4色同時攻撃は、4色攻撃強化は1個につき 4.5 倍なので、4.5×4.5、20.25。倍率は相当高い。ガドブレもあるし、まあ最悪 L 字なんかで 1.5 倍すれば30倍ぐらい出るし、まあ超覚醒も残ってるんでね、火力はだいぶ高いかなと思います。はい。99レベルプラスなしで3000も超えてるしね、攻撃力。さらにスキルは2ターンで、1ターン内でチーム内の攻撃体力回復タイプ1つにつき攻撃力が上昇、ドロップのロック状態を解除と。ロック解除エンハンスですね。エンハンスだけか、生成とかはないか、まあ生成があったらもうノーチラスとかだもんな、それは。さすがにか。まあ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 、倍率どうだろう、 0.1 刻みとかかな。別にスキル全然いいと思うんですけど、まあもしこのマキを使うとしたら、まあ、多色運用、リーダーであれば多色運用、まあ、サブに入れたとしても火力を出したいので4色攻撃をしたい、4色以上の攻撃をするような、まあ、多色のパーティーになってくると思うんだよね。まあそうなると別にロック解除がそんなに2ターンに1回まあリダフレとかで、まあリダフレで使うリーダーではないか、2ターンに1回もいらないかなっていうのはちょっと思いますね。単色パーティーで毎ターン変換するようなパーティーであれば、例えば木6個で、半減張るノーチラスとかは木が6個なかったら終わりじゃないですか。そのために6解除短いスパンで出るセリカなんかをサブに入れたりするんだけど、別に多色のパーティーでやるんであれば、そもそもね、6色陣とか5色陣のスキルが2ターンとか1ターンで打てるやつがほぼないので、まあなんか、お前も鬼になれないかみたいなやつもいますけど、中にはね。基本的に、まあ5ターン、6ターンぐらい、かかるスキルが多いので、6色陣とか5色陣ね。そういうスキル、が重いことを考えると、陣のスキルがそんなに1ターンとか2ターンとか軽くないことを考えると、別にここまで短いスパンで6解除をする必要は特にないんじゃないかなと、ね、思いますね、個人的には。まあ2ターンでエンハンスだけなんで、まあ倍率次第ではありますが、ちょっとなんか惜しい感じはしますね。星7枠としては。
覚醒は全然悪くないと思います。むしろまあ強いと思います。はい、マキの評価はそんな感じですかね。まあどっちみちね、この2人ともまだ超覚醒が見えてないんで、そこ次第でだいぶ評価が変わる可能性はあります。はい、ということで本日の情報は以上かな。明日は呪術高専京都校のキャラクターたちをいち早くご紹介しますので、お楽しみということです。はい、これ東堂来るか、結局そこなんだよな、楽しみにしてんので。多分このコラボって最低レアリティが星6じゃないですか、この感じ見てる感じね。で星7が多分交換できない、鬼滅でいうところの善逸、禰豆子、伊之助とかの感じで、であれなんだよな、虎杖がさ、これ星、あそうか、虎杖は星8枠だね。オッケーオッケー、これが最レアだ。で多分星8のところに五条先生とかが来るのかな。まあいいや、とりあえずね、また明日の情報も楽しみにやっちゃいと思います。もう明日がなんなら一番楽しみだわ。わかんない。東堂紹介来るかわからんけどね。はい、ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。